サンツアースプリントのフロントディレイラーサンツアーは自転車部品のブランドの一つである。サンツアーブランドは昭和20年代末東京の岩井製作所が発売した外装3段のサンツアー変速装置に始まる。同所の専門はネジであったが社長岩井京一の発案から生まれたものである。日本における自転車用外装変速システムはそれ以前にもレース車用や 製造販売された先行例も存在しているが、前田の社種ではこれをツーリング車用としては初の国産量産製品であったとしている。岩井製作所はリアディレーラーとレバーを作ったが対応するパダンスプロケットとフリーホイールを求めており、1954年の半ばに堺の前田鉄工所と接触する。岩井と前田は共同して、 開発と製品化を進め、それぞれの地元である関東と関西に、リア三段変則のサンツアーへ営投を売り出した。1957年末に、岩井製作所の経営が行き詰まり、その後倒産したため、前田鉄工所がリアディレイラーとサンツアーブランドを引き継いだ。2014年現在において、自転車部品についてサンツアーといった場合、この前田鉄工所、 前田工業のブランドを指すことがもっぱらである。前田は、その後、わずかな競争者以外は実用車がほぼ、すべてであった、日本臨海へのスポーツ車の普及、海外市場への進出、日本型ミニサイクルの創出など幅広く発展し、サンツアーブランドもそれに伴った。1970年代になると、島のカンパニオーロは、自転車の主要部品すべてをセットとして、開発。 供給するということを始めた。コンポーネントにより総合的なチューニングが可能になるといった技術上の利点が強調されるが、実際上の利点としては、複数パーツメーカーと個別に取引することなく、島ノとの取引のみで済むという点が、自転車メーカーへの魅力となった。前田をはじめたの部品メーカーは、3ツアーを共通ブランドとし、コンポーネント相当として対抗した。 輸出においては、協力関係にあったメーカー各社はパーツに3ツアーマークを付して、前田に供給し、前田でこれをコンポーネントとして輸出した。パーツメーカーとその製品として、境林業、杉野鉄工のクランク、吉海機械金属のブレーキや、ヘッドパーツ、三ヶ島製作所のペダルなどがあった。中には、MK-3 ペダルのように、三ヶ島国印の上に、 サンツアーブランドステッカーが貼られていたというようなものもあった。1990年代の前田工業の経営危機器により、その後のサンツアーブランドは自転車部品業界をさまようこととなった。2014年現在、栄林業の略称 SR とつなげた SR サンツアーが、 台湾の栄林鍵古墳有限講師のブランドとして使われているが、前田時代の主力パーツであったディレイラーなどは継承されていない。サンツアーの正三角形に波線2本ロゴは、前田の OB によって設立された株式会社ジョイジャパンが使用しており、同社は2014年現在、サンクスドというブランドで自転車部品を供給している。いずれも売却前、 1988から1994年時点での主なラインナップ。1990年代には、栄林業も制作した。それ以前では、各社の持ち寄り色がより強かった。明治も後半になると、日本の地方都市でも自転車が見かけられるようになった。境は、鉄砲単屋の伝統のある商工業都市であったため、最初は修理から、 次第に自転車部品の製造が行われるようになり、大正期には部品製造業界が成り立つに至った。1922年9月、当時の堺の自転車業界では、代表格にあった、日野本鉄工所から独立した職人、前田鹿之介が設立したフリーホイール製造販売業者、前田鉄工所が前田工業の始まりである。 丁寧な仕事で信頼性の高い部品を送り出し、前田鉄工所は8.88フリーの製造元として認知され順調に業績を伸ばしていった。8.88の衣装は当時輸入されていたイギリス製高級自転車バーミンガムスモールアームズに遠目から見て似せた字を3つ使った衣装が自転車業界で好んで用いられていた一例である。 第二次世界大戦中は統制により、1943年5月、前田を中心とした11社を合同した有限会社東和正規工作所が設立され、銃弾や海軍の機器の部品を製造した。当時の坂井氏は、軽工業全体が軍需産業に転換していたため米軍の標的となり、1945年7月9日、夜半、 米国陸軍航空隊の B-29 戦略爆撃機部隊の空襲を受けた。この空襲で前田鉄工所は工場の一棟だけが半焼で残り、焼け跡には何台かの旋盤が無事に残っていた。加えて空襲に備えてフリーの仕掛け品や材料を疎開させていたため、戦後早い時期からフリーの生産を再開することができた。 1982年の記念誌、銀輪参加中の年表によれば、8月15日の終戦と同時にフリーホイール専門工場に復帰し、1949年1月に有限会社、前田鉄工所に社名を変更している。サンツアーブランドの誕生は1950年代末で、ある。また社名としては、米国法人を1978年4月に、 前がインダストリー・オブ・ USA からサンツアー・ USA に変更している。自転車の後ろ外装型変速機は以前はその平行四辺形のリンクの軸が車体面と平行に設置されていたため外装ギアの刃先から離れた位置をほぼ水平にガイドプーリーが移動していた。サンツアーはこれを斜めに設置し、ガイドプーリーが外装ギアの刃先に沿って移動する。 斜め平行四辺形方式を発明し特許を取得した US パテント336万4762。この方式は1984年の特許期限後各社が採用した。前田は1960年代以末からアメリカの自転車メーカーに変速機提供を行った。自転車ブームとなった1970年代前半にはその勢いを増し、 1974年から1984年が会社の最盛期となった。前田工業、株式会社への社名変更は1975年である。アメリカの自転車ブームは相当な規模となり、従来アメリカに部品を供給していた、ヨーロッパの主力部品メーカーの供給力が追いつかなくなり、日本の部品メーカーにその門戸が開かれた。 当初は低価格品の置き換えだったがすぐにその品質が認められるようになった。ロードレーサー向けのサイクローン、シュパーブ、シュパーブプロ、マウンテンバイク向けの XC シリーズといった製品があった。この時期の1975年から河合純造が社長となり、以降、会社の吸収合併まで舵を取った。 スプリント競技世界選手権で1977年から1986年まで10連覇した中野光一は3ツアー専属契約選手で3ツアー製品がこの10連覇を支えていた今では当たり前になっているドロップハンドルに手を置いたままシフト操作が可能なレバーも3ツアーが講師となった3ツアーが機材供給していた選手が従来からあった W レバーをドロップハンドルに溶接し、手元で変速できるようにしているのを見て、そのレバーの形状を長ネジ形状にし、金属バンドで締め付けて取り付けられるようにして、コマンドシフターと名付けて発売したものである。1982年に発行された創業60年記念誌には、その後の限りの兆しは見られない。しかし1985年には急激な円高となり、 輸出企業にとって嵐の時代となった。この年島野から SIS が登場し産ツアーも含めた他社製品が駆逐される契機となった。同時にこの頃、前述の特許の期限により斜め平行四辺形方式を他社が一斉に採用したためサンツアーのリアディレイラーの競争力が低下していた。しかも過去10年間で労働コストが上昇していた上での円ショックのため 日本製は低価格では台湾製に立ち打ちできなくなっていた。これにサンツアーが対応できたのは1988年で低価格品用に台湾工場が作られた。しかし1980年代後半にサンツアーの売り上げは加工した。フランク・ジェーベアートは調査報告3セット43案の中でいくつかの要因を挙げているが、その中には インデックスシフトの流れに一年乗り遅れたことが入っている。島の工業と私有を競う自転車部品の大ブランドだったが、前田工業は1990年頃から経営危機に陥り、大阪の森工業が1990年から1993年にかけて行った一連の九州合併を経て、サンツアーブランドは、栄林業のブランド SR と一緒になり SR。 三ツアーとなった。この時期には一時的に会社名にも三ツアーが使われた。1990年までは技術的にシマノと同等性能を維持し、1990年代にも話題性のあるパーツを発表したが、経営不振を挽回するには至らなかった。この時期の代表的なものにメンテナンスフリーのレンガ、サスペンションフロントフォーク、デュートラック、 オフロードバイク用のブレーキレバー一体型変速レバー、エルゴテックシフター、点灯時の故障を防ぐため車体横への出っ張りをなくした変速機 S-1、1カンティブレーキの制動力を高める特殊地取り、パワーハンガーなどがある。1990年11月に大阪の森工業が茨城県筑波郡やわら村の自転車部品、製造メーカー、境林業、 株式会社に資本参加した。さらに森工業は1991年10月に前田工業に資本参加。資本参加でサンツアーの名称を手に入れた森工業は約2年後の1993年7月に栄林業を社名変更するにあたり株式会社 s r サンツアーとサンツアー名を社名に関した。 さらに3ヶ月後の1993年10月に連結市会社の森金属株式会社に前田工業を合併させ株式会社森3ツアーを設立。森金属は森工業の大阪地区の子会社4社を合併させて1984年に創業した会社である。会社名となった3ツアーだったが1995年4月 自転車部品事業から撤退するために、親会社である森工業が株式会社 s r ンツアーを九州合併という形で消滅させ、株式会社森ンツアーも森金属株式会社と旧社名に復帰し、ンツアーの名前はいずれの社名からも消えた。s r ンツアーは台湾で s r ンツアーとなった。SR は堺林魚の頭文字である。 SR3 ツアー社市では、1987年、坂林業の出資によって、SR3 ツアーを東京に設立し、翌年1988年に、台湾の消化県福協幸福橋工業区に工場を建設、自転車用アルミコンポーネントを生産開始、1991年には、ベルギー工場を建設し、1992年には、台湾で、 前田工業とディレイラーを生産開始としている。1994年末に森工業が自転車事業撤退を決定したため、旧佐海林業社長で s r サンツアー社長だった小林太夫が1995年7月に森工業からサンツアーの商標権と台湾工場を買収した。しかし以前のサンツアー製品の特許権などは取得していない。 森工業は自転車事業から撤退し、日本国内の自転車部品生産設備は廃棄処分とされた。小林太夫が SR3 ツアーブランド商品の生産販売を行う、坂林鍵古墳有限講師の社長となり、事業を仕切った。2000年には日本オフィスを設置した。SR3 ツアーブランドの日本への輸入は、以前はサスペンションフロントホーク、クランク、 変速機が完成者に装着された程度であったが、QGT バイシュクルズの日本支店として設立されて、GT 買収後に独立したライトウェイプロダクツジャパンが取り扱いを開始し、クランク、ピラー、フォーク、ブレーキ、ブレーキパーツ、ペダルなどがパーツ販売されるようになってきた。2001年より中国、関東昇進戦したから安く孔明に生産拠点。 栄江林鍵古墳有限講師設立。現在の中国語社名は、栄江林鍵古墳有限講師。英文社名は、SR3 ツアーインク。2008年現在、当事長は、小林太夫。総経理は、中村藤尾、田中直次根さん工上総経理という体制である。本社所在地は、昇華県福橋、豪福橋工業区工業路7号。日本において、 ci が重要視される以前については、ロゴ等の表記は一定していない。銀鱗参加 p75? 銀鱗参加 p76? 銀鱗参加 p76http コロンスラッシュスラッシュ j o i j a b a n ドットコムスラッシュパーツドット .html ット、銀鱗参加 p55? 銀鱗参加 p64? 銀鱗参加ピアニッシモ 186から187、銀銀酸カピー194こちらの動画を参照、http コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ、watch? v イコール 1j004 メックスクス英語の、スラントペラーレラグラムを素直に訳した、斜め平行四辺形とするのが正しい。これを異行平行四辺型とする者も,もいるが、 リンクは普通の平行四辺形であって歪ませているわけではないので正しくない不等頂にし変速式自転車独特の斜めのチェーンラインに最適化する紹介量を加えておりそのことを指している可能性はあるまた前田はスラントパンタグラフとしていたが必ずしも間違いではないがパンタグラフは四辺が等頂のものを指すことも多く特許の文面や 現在の英語圏の技術文献等では、スランとペラーレラグラムが使われている。ABSR サンツアーヒストリーハットバイシクルリテーラーインダストリーニュース2008年7月5日へ、チームプロフィール大輔小林中国自転車業界情報新聞。ありがとうございます。